在アメリカ合衆国日本国大使館は、アメリカ合衆国にいまする日本大使館で外務省の特別の機関である。特命全権大使は2020年12月より富田孝治が務める。アメリカ合衆国ワシントン DC 北西部マサチューセッツ通り2520番地正式な領事管轄はワシントン DC のみであるが、隣接するメリーランド州及び、 バージニア州の在留法人の領事業務も取り扱う。在外選挙事務については、ワシントン DC、メリーランド州、バージニア州の3地区に関して取り扱う。在アメリカ合衆国日本国大使館旧校帝は、ネオジョージアンスタイルの建築で、1931年10月に設立され、太平洋戦争勃発による日米海戦から GHQ の連合国軍による、 日本占領を経て、サンフランシスコ講和条約発行による日本の主権回復に至る1941年12月8日から1952年4月28日までの、米国政府による接種期間中の米国極東委員会による使用を経て、1978年まで大使公邸として使用された。ありがとうございます。